ヤーコプ・フォン・ユクスキュル・ヤーコプ・ヨハン・バロン・フォン・ユクスキュル1944年7月25日は、エストニア出身のドイツの生物学者、哲学者である。それぞれの動物が知覚し作用する世界の相対が、その動物にとっての環境であるとし、肝世界説を提唱。動物主体と肝世界との意味を持った相互交渉を、自然の生命計画と名付けて、 これらの研究の進化を呼びかけた。また、生物行動においては、目的追求性を強調し、機械論的な説明を排除した。ユクスキュルの構想は関世界概念に最もよく現れている。アドルフ・ポルトマンは、これを、こう解説している。ユクスキュルの生物学は A、A ポルトマンや、コンラート・ローレンツなど一部動物行動学者には、 影響を与えたものの、動物学者にはあまり影響を与えなかった。ユクスキュルの影響は、1920年以降、むしろ哲学方面にあった。エルンストカ・シーラーがユクスキュルを高く評価したほか、マックス・シェーラー、ヘルムート・プレスナー、アルノルト・ゲーレンらの哲学的人間学に影響を与えた、当時の西洋知識人の人間観に、 多大な影響を与え、新しい生物学の開拓者と呼ばれた。ユクスキュルの哲学への影響を論じた者に、秋沢正夫などがある。主として、マルティン・ハイデッガー、モーリス・メルロー・ポンティを介して紹介された。山際敏一は、今西近熟の生活の場概念がユクスキュルの、肝世界に類似していると指摘している。意味論では、の経済学では、 機能感の概念が、塩沢義則にも影響を与えた。建築では、吉村康子が、自然とか、環境そのものを生み出すと考えるとても足も出なく、なってしまうものが、肝世界を作っていると、意識するだけで、スイスイとドライブし始めると、語っている。肝世界と機能感をで構成されるユクスキュルの理論は、その後、生物記号学という学問分野を生み出した。 代表的な著作としてなどがある。カレビクルは、ホーフマイヤーを引用して、生物記号学の目標を次のようなものとしている。うちは、ホーフマイヤーのページを示す。情報の概念を最低式化する。心と物質の二元論を克服する。人文書学と自然科学の両立不可能性を解消する。歴史と自然史、史とを結合する。 自然の中に人間を位置づける。秋沢正夫、ヤーコプ・フォニュクスキルの環境世界論最高、立命館平域学43、P94、奥谷光一、哲学的人間学の系譜、シェーラー、プレスナー、ゲーレンの人間論誌出版社、2004、ISBN978 から48億7262万122、 概要 http コロンスラッシュスラッシュ www42.tok2.com、ok、スラッシュホームスラッシュ yasuiutaka スラッシュ yasuiutaka スラッシュ okuia.htm 佐藤恵子ゆくスキルの関世解説と進化論総合教育センター起用2007年27号 p1 から15 メイド1100億646万488、秋沢正夫、ヤーコプフォン・ユクスキルの環境世界論最高、立命館閉域学43、82から99、1994から12。山際敏一、人類進化論、消化棒200、2008、P11、菅の盾機 ユキュスキュルルネサンスからブログ現在思想のために2007年1月 &2 月 http コロンスラッシュスラッシュ d.hatena.ne.jp スラッシュ n w a m d o o g スラッシュ、塩沢よしのり、の秩序が口熊処防、1990。 第11章 http コロンスラッシュスラッシュ www.a-proj.jp スラッシュインタビュー吉村に html ハットをカル。コレビオンシミシス、アンウェルト、アンドセミアスフィア、セミオティカ12299から310、カル、コレビー、エズ、ヤコブ・フォンクスキュル、A パラダイム・フォー・バイオロジーセミオティックス、ベルリンニューヨーク、 ムートンでグラウター。ありがとうございます。